地元の G1 というのは、はい、高橋さんとしてはどういうふうに受け止めてます？まあ、やっぱり、まあ、初めての砦での G1 なんで、まあ、砦にせっかく来たんで、まあ、悔いのないレースができればとは思うんで、やっぱりその、まあ、G1 も経験してきた中で地元があるっていうのは、そうですね、ちょうどデビューする途中ぐらいの時に決まったんですかね。なんでその時から知ってたんで、やっぱそこもやっぱり目標してに置いてやってきたんで、まあ出れてる、まあ、結果得点として出れてるんで、うん、いいと思います。確かに普通の感覚なら出場に間に合えばそれだけですごい、はい、ところでしょうけどね。まあ周囲の期待なんかもそこで一段階はこうクリアしてると思うんですよね。まあでも結果残さないと意味がないと思うんで、うん、しっかり力出し切ってみせば作れるようなレースができればと思うんで、やっぱりとにかく決勝にはっていうのがあります。そうですね、やっぱり茨城から優勝者を出すっていう気持ちで、うん、走りたいと思ってます。茨城もこれに6人出られるっていうのも、はい、それだけでも、そうですね、まあ、はい、みんながそういう気持ちを持ってやってきてるんだなっていうのは、そうですね、みんなで盛り上げてきたと思うんで。横浜さん一緒に結構いい練習してきたと言ってましたけど、そうですね、一緒に結構やってて、はい、お互い仕上がり具合大丈夫ですか？そうですね、昨日も強かったんで問題ないと思いました、まあ、天候的にもまあ多少寒い日とあれはあるんですけど、砦で走りづらくはないですか、こういう時期は？いや、もうバックがすごい風強いんですけど、はい、逆に、まあ、武田さんも話してたんですけど、逆に風吹いてくれた方がいいかもしれないっていう話をしてたんで、うん、血のりというか、そうですね、はい、じゃあ4日間爆発的な走りをして、そうですね、はい、もちろん1年去年以上の成績、ね、みんな期待してますし、はい、まあ頑張りたいと思います。優勝してもらって誰も驚かないと思うんですとりあえず頑張りました。ありがとうございます。